こんにちは。こんにちは。タイガースウィメンのメンバーが来ていただきました。ありがとうございます。今この撮ってる目的としては、やっぱこう男性とかアスリートしかなんか受けれないんじゃないかっていうやっぱこう評判があるんですよ。でもまあもちろん皆さんアスリートですけども、まあ女性も。まあ安心してというか、女性でも施術受けても大丈夫なんだよっていうことをぜひとも PR したいという次第でございます。ちょっとまず簡単に自己紹介していただいてよろしいでしょうか。はい。タイガースウィメンで、ピッチャーしてます、半田渚です。くぅ、はい、以上。以上。え、なんか決め玉とか言わなくていい。決め玉ない。ないことが、全ての球で決め勝負球になると。そういうことです。なるほど。僕は半田さんとはですね、13年、4年ぐらい前ですか、から、知ってて、本当、俺がトレーナーとしても駆け出しの頃に、なんかちょっと選手の、プロ野球選手の自主トレでね、一緒になって、その当時所属してた、女子野球チームと一緒に合同なんだっけ、あれ手伝いみたいな、なんか一緒にやったんですよね、何人しかね、はい、その時は知り合いで、はい、お願いします。阪神タイガースウィメン背番号5番山本鶴香です。ポジションはショートです。ショート、はい、なんちゃって両打ちです。よろしくお願いします。さあ、そしてお願いします。はい、背番号19番、ピッチャーやってます、上村美奈子です。上村さん、得意球は何ですか。最近の流行りは、前部分はツーシームです。おお、ツーシーム。ツーシームすぐ投げれたの。結構すぐ投げられました。ああ、やっぱセンスの塊なんだね。いや、これ実は裏話があって。あるの？もう話しちゃうの？裏話。なるべく球数を少なくしたいっていう話を先ずっとしてた。ああ、要は省エネで打って取らせたいから通信を覚えたってことでしょ。はい、もうなるべく球数を投げたくないっていう。いやいや、素晴らしいと思う。いや、でもそれでいい。じゃあ通信部で最終的にこう投げて打ち取るみたいな。そうですね、今のマイブームはそんな感じの配球が。そんなブームとかでいける。前までのブームは何だったんですか。前までは真ん中チェンジアップとか。ああ、なんかすごい器用な、なんかと思ったら、あ、甘えても来た、手出してくれたらちょっと動くんで、結果ポン。ああ、なるほどね。いや、なんかもうちょっと言葉もやっぱエースの貫禄出てますね、半田さん。でも私は上村のスクリューが好きなんです。、うん、スクリューも投げんの。でも私めっちゃ好きなんですよ。これまずパワープロとかプロスリーやったら、こうなんか変化球このあれ、この全部の方向あるやつ、全部ある、一応揃えてみました。うわ、すごいね。本当に器用。めっちゃ好き、あれめっちゃ好きやな。私の番まだかなと思ってるでしょ。いや、もういいよ。お待たせしました。お願いします。はい、背番号6番、田口真奈です。田口さん、はい、サードです。あ、サードね。はい、サードショート。はい。ちなみに背番号は6番なんですけど、はい、1回もショートは持ったことありません。それ高校野球とか の考え方ね。6番がショートとかはもうあれでしょ。でもかっこいいじゃないですか。あ、でもそうだね、坂本選手は6番なんですよね。やっぱりかっこいい番号だなと思って、はい、ショートだけど5番。なるほど、じゃあ明日から変わりましょう。そうですね、はい、何度か話したことある。なるほどね、はい、いやいやいや、もう皆さん揃って上美大阪に来ていただきましたけども、はいはい、どうでした、施術実際受けてみて。めっちゃ良かったです。良かったですか、はい、上村エース。上村エース、どんな、なんか他に普段マッサージとか施術とか、まあもちろん球団にもトレーナーさんはいると思いますけども、はい、なんかその他に行ったりもするんですか。他に行ってるところはあったんですけど、うん、そことは全然違って、結構ほぐしてほしいところをきっちりほぐしてもらえたっていう感じがします。こぶちゃんめちゃ褒められてる。はい、今嬉しいなと思いながら。皆さんどうですか、他に。初めて受けた感じの施術でした、私は。確かに他に同じような施術でどっかやってるとかありますか。多分ないんだよね。
結構オリジナルというか、はい、そう、まあ結構痛いけどね、はい、ですか、事務作業とかで、うん、パソコンでもこれ固まった背中を今日ほぐしてもらったんで、なるほど、まあ、なんかすごく楽です。もはやタイガースウィメンは関係なくなってますね一 OL としての見解、ね、やっぱ一般女性も今日仕事帰りですからね、あ、ありがたいですね。タイガースウィメン の, その活動というか、なんかその辺ちょっと聞かせていただいていいですか。活動というか、まあ普段の練習とか、練習とか、なんかそのどういう人が集まってるとか、あ、募集してるのか。お、今募集してますね。それは何、募集はトライアウトを受けるの、動画選考みたいな。ああ、今流行りの技術審査、今やって、動画選考で、本当に今募集中です。 Now 7月まで、あ、今じゃあ募集中と。募集中ですね。これじゃあ一応その動画である程度のレベルに達してる人が二次審査に進むような感じで、メンバー何人ですか。今は19人ですね。それは他のその企業チームもそれぐらい。だいたいそのベンチ入れるのが確か25とか、大会にもよるんですけど。ああ、じゃあ少ない、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 多いとかはもっと多い。なるほど、なるほど。ちなみにタイガースウィメンはその全国的女子野球 の, その全国的なレベルで言ったらどれぐらいのレベルでやられてるんですか。関西の大会は去年は優勝したんですけど、全国ってなると、うん、やっぱ関東のチームが強いチームが強いんだ、やっぱ。去年はベスト8でしたっけ。全国でベスト8、松山の全国大会が。それまずまずじゃないですか。いや、いやでも関東のチーム倒して1位になりたいなっていう。タイガースウィメン、これから要チェックですね。お願いします。お願いします。概要欄に一応あのその応募方法とかちょっとタイミングが合えばですけど、はい、載せとくんで。はい、はい、はい、インスタもあるもんね。ああ、じゃあもう全部概要欄に載せます、ね、はい。今後も多分その女子野球とか今後もっと盛り上がってって、もっとメジャーになっていくといいですよね。そうですね。むしろだからインスタとか見てそういうのよくつぶやいてるもんね、はい、もっと広がれみたいな。そうです。でも私が高校生の時はまだ5校とかだったんですよ。うんうん。でも今49校。おー、全国で夏の大会が49校でやるんですよ。で、決勝が甲子園。いいね。そうなんですよ、去年から。今年の春の大会は東京ドームで決勝戦なんで、もうちょっとずつですけど、やっぱメジャーとまではいかないけど、うん、だいぶ披露されてきてますよね。うん。いや、もう全く亀井大阪と全く関係ない話になってますよ多分皆さん興味あるところじゃないかな。そうですね。いや、さっきだからそれこそね、あの上村エースとねちょっと話したんですよ。あの要は女子野球、女子アスリートってなんかそのやっぱ体も男に比べてやっぱり小さいし細いんで、よほど理にかなったこう体の使い方をしないとやっぱ怪我をしてしまうリスクが高いと思ってて、実際そうだと思うし、だからよりその女子野球とかやってる人ってすごい綺麗なフォームの人が多い。でそれを話をしてたら上村エースがなんかちょっとお腹の肉がついただけで肩痛くなるって言ったんですよ、うん、いやこれマジすごいことで、要はそのお腹の肉がつくってことは別にさ肩関係ないじゃんと思うじゃん。だけどお腹の肉がつくと要はそのなんつうの、捻転動作がしづらくなってしまって結局肩に負担がかかってくるってことを言ってるんですよ。これって多分男があんまりそういうこと言わないですよ。聞いたことないですね。でしょ、はい、だからこう 無意識にその体のその連動とかっていうのがやっぱできてるのはやっぱ女子の方が俺は優れてると思ってるんですよ、はいはい、もうこのチャンネル今回の件ではもうそれだけ言えればもう僕は満足です、はい、いやそれをなんかそう思ってたものがちょっと答え合わせができた感があって、あ、やっぱそうだな、すげえなと思って。怪我のリスクってまあ男子よりも少なかったりするのかなと思いきや、でも頭数の話聞いたらめちゃなんか怪我しますみたいな感じだったしまあ人によるんだろうけどね、まあ、だからまあそんな女子アスリートでも
上日大阪では対応してますよっていう、はい、むしろお待ちしてますということで、もうぜひ、はい、なんか最後に一言ずつ、まあ上日大阪の件でもいいですし、タイガースウィメンのことでもいいですけど、そうですね、いやでも今回初めて受けさせてもらって、うん、すごく良かったし、うん、場所もね、私たちが練習してる甲子園の近くなんで、うんうん、通いたいと思います。私はぜひぜひ、はい、お願いします。はい、お願いします。いや、ちょっと私結構、はいはい、肩とか、うん、まあ、痛めやすくて、うん、なんか体やっぱ硬いなって今日施術してもらって、まあ、感じたんですけど、やっぱ体って、まあ、生活するのにもアスリートにもやっぱ大事だと思うので、うん、しっかりこうケアするためにも上指さん利用させていただいて、やっていきたいと思います。あとでちょっとお金あげます。もっと早く言ってほしかったな、それ。いいな、それ。私もいいこと言わないな。ちょっと聞いてないな。いやでもやっぱね、すごい硬かったんだよ、うん、でそれをなんかこう悪いと思わないというか、まあ、それがあまりよろしくないよっていう話をめちゃめちゃ説教したんですよ。だから今日だ1時間前まで泣いてましたから怒られすぎて、はい、セルフケアって、ね、そうだよね。その辺もやっぱ小渕君が施術の後でこう教えてくれたりするんで、はいはい、それも全部トータルケアもう全部やってくれるんで、はい、エースその振り方ちょっとしてもらって、もう私も本当に年齢の山場を迎えて、本当に年々こう体の衰えを感じている中で、でまあやっぱりその私とかは多分次大きい怪我したらもう本当にもう野球人生が終わってしまうので、うん、そうならないためにもしっかりこうケアにも通って、私はすぐ硬くなりやすい体質なので、うん、まあそれをやっぱりこう連投とかもできるような体を小渕先生にも手伝ってもらいながら作っていけたらなというふうに思いますし、きっとこの近隣にも女の子で野球をやってたりとかっていう子がいると思いますので、まあ、女の子だけじゃなくても本当に女性の方も気軽に来れる優しい先生方が生徒してくださるので、皆さんぜひ来てくださいね。 ありがとうございます。最後にお願いします。はい、私も上村選手と似たような体だと小渕先生に言われて、実際に家でのストレッチを最後に教えていただいたり、はいはいはい、したので、なんか普通に一般の、企業を勤めてる方でも小渕先生すごく話しやすい先生だと思うので、女性の方も恐れず施設もすごく綺麗で、女性の方も来やすい雰囲気になっていると思うので、そうですね、ぜひ一回来て上指に来ていただきたいなと思いました。あとでお金渡します。ありがとうございます。あ、そうですそうです。フェイス。聞いてないよ。まあでももう清潔感はね、上指全体がもうちょっとこう清潔感は徹底してるんで。はい、めちゃめちゃ綺麗。はい、もう毛一本も落ちてないです。あ、そんな意味ないと困ります。はい、まあ、ということで今日はタイガースウィメンの皆さん本当にありがとうございました。ありがとうございました。またぜひよろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、すいません、ありがとうございます。